これだけ長くいれば、ノルドが必ずしも資料深くないのはわかるでしょ。ウィンキングスキーバーには温かいベッドと冷たい蜂蜜酒がある。どちらも魅力的だろう。ウルフリックがこの王冠を手に入れて、いきなり上級王になるとでも。いいえ、そんな単純なことじゃないの。でもあの尖った王冠は結集する理由の強力な象徴となるわ。でももしこっちが先に見つけたら。そしてエリシュフに渡すのか。ムートが不在なら彼女の主張はもっと正当化されるわ。いいか、なけなしの資源をお前に託しているのだ。もしこのことが時間と人の無駄遣いだと判明したら。無駄にはならないはずよ。必ず援助者をここに連れてこい。現地について古い骨と蜘蛛の巣くらいしか見つからなかったら、そいつを送り返してもいい。ストーンフィストは抜け目ない。もう王冠を見つけたのよ。でもこっちが先にいただくわ。お帰りなさい。無事で何よりよ。すぐに砦に駐留部隊を送り込むことにするわ。なかなかやるじゃない。感心したわ。でもこの先に進む前に、あなたを正式に帝国軍に迎えることにするわ。キュリウス将軍と話して、彼が宣誓をするわ。帝国軍に加わる前に、皇帝と帝国の全ての市民への忠誠を誓ってもらう必要がある。誓いを立てる覚悟はできたか。よろしい。では私の言うことを繰り返しなさい。名誉にかけてタイタス・ミード2世陛下への変わらぬ忠誠を誓います。そして偉大なる帝国の将校たちに揺るぎない忠誠を。もし与えられた義務を怠れば、神の審判を受け地獄へ落とされんこと。皇帝万歳、帝国万歳。これで君も帝国軍の一員だな。覚えておいてほしい。我々は自分の面倒は自分で見る。帝国軍に入れば命がけで面倒を見ることになる。ベイランドに会ってくれ。通常は火事に精を出している。装備のことは彼に任せろ。さて、記憶が確かならリッケ特使が特別な任務を用意しているはずだ。また今度。